阪神タイガース情報社。はい、今日も阪神のお話をしていきましょう。11月12日ですね、井上選手タイムリミットが近づいているということでですね、まあ、やや深刻な話というかですね、重いテーマになっておるんですけれども、井上選手のお話をしていきたいというふうに思います。この番組はですね、まあ、阪神タイガースの情報をメインに取り扱っておりまして、年末までにですね、6000人というところを目指して、チャンネル運営しておりますので、チャンネル登録まだの方はですね、もしよろしければチャンネル登録、で、高評価ボタンも一緒に押していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、まあ一軍の試合っていうところもお届けしているんですけれども、結構ファームの選手の状況であったりとか、ウエスタンリーグの話っていうところも結構しておりまして、まあその中でやっぱり気になるのは井上選手なんですよね。で、まあ去年、今年もですね、まあなかなか井上選手がですね、二軍の方の試合でも目が出ないというようなところでですね、三振率の低下とか、ホームラン率の上昇というところがですね、見て取れないような状況となっておりまして、で、井上選手今年の8月からですね、まあ、すり足に打ち方を変えてですね、まあ、一定の成果が出ているかなというような状況ではありますけれども、まあ、フェニックスでもそこまで大きな成果というところは出すことができなかったというような現状となっております。で、井上選手はですね、まあ、高卒ドラフトということで、2位で履正社から阪神に入団しております。で、ただですね、まあ、高卒選手というところがですね、活躍するまでにかかる時間、まあ、大体どれぐらいなのかなというようなところを、確認してみた結果、まあ、正直かなり厳しい、状況に置かれているなというようなところが感じられるところでございました。現時点ですね、まあ、井上選手の一軍での試合成績というところを見てみますと、19年に入団しまして、今年23年で4年のシーズンを終えておるんですね。で、20年、21年は試合ゼロですね。で、22年、23年とですね、まあ、6試合、2試合、13試合ということで、まあ、今年23年がですね、一番多く打席には立っているんですけれども、まあ、わずか13試合で37打席立っておりまして、35打数の8安打ということでですね、まあ、打率が2割2分9厘ということでですね、まあ、三振の数がちょっと飛び抜けて多くて、18個ということでですね、まあ、1軍の打席での半分ぐらいはですね、三振に終わっているというような状況でございまして、まあ、依然阪神の中ではですね、やっぱり長打を打てる外野手ということで、期待はかかっているものの、井上選手、現実を見るとですね、ちょっとかなり厳しい、状況にいるなというところが浮き彫りになりましたので、そのあたりをお話ししていきたいというふうに思います。はい、改めて井上選手タイムリミットが近づいているということがどういうことかと言いますと、井上選手は来年プロ5年目となるような状況となっておりまして、まあ、今シーズン序盤にですね、まあ、一軍出場というところを果たしましたけれども、結果的にはですね、大きな成果っていうのは出すことができませんでした。で、井上選手はですね、高卒ドラフトということで、先ほど2位で履正社から阪神に入団したというふうにお伝えしましたけれども、まあ、高卒選手がですね、まあ、どれぐらい活躍するまでに時間がかかるのかというところですね、ちょっと改めて検証してみましょうということでですね、ちょっとかなりデータ遡りまして、そのあたりの資料っていうのをまとめてみました。で、ですね、まあ、2020年からですね、まあ、過去10年ということで、まあ、高卒選手なので、入団してすぐに活躍するというところはなかなか難しいかなというところでですね、まあ、3年目ぐらいから芽が出てくればいいかなというようなところで、まあ、現時点で芽が出ている選手、もちろん引退した選手であったりとかいろんな選手いるんですけれども、2020年から2010年までのですね、セパのですね、ドラフト、上位3名までに、入ってきた 高卒選手ですね、まあ、このあたりが、活躍している選手、まあ、どれぐらいで活躍して始めたかとか、どれぐらい時間がかかったかというところを見ていこうというようなこととなっております。で、まあ、セリーグ、各球団ですね、まあ、ドラフト3位、上位3位までの高卒選手ということで、2010年から2020年までの選手をずらっと並べてみましたけれども、
まあ、やっぱりこれ見ていくとですね、感じるところっていうのは、高校生ドラフトの難しさというところですね。まあ、なかなかですね、やっぱりドラフト上位指名を高校生で、まとめてきてもですね、活躍するかどうかというところは、まあ、かなりギャンブル的なところに近いかなというようなところが感じるところでありまして、まあ、例えば阪神なんかで言うとですね、まあ、2019年は高卒ドラフトというような形になりましたけれども、西投手、井上選手、及川投手ということでですね、まあ、上位3名、ドラフト、3名までですね、高校生選手で、まとめてきましたけれども、まあ、現状で、まあ、プロ4年目というようなところでですね、まあ、ここの年は比較的うまくいってる方だと思うんですけれども、西投手、及川投手とですね、まあ、それぞれにある程度結果を残すことができていまして、まあ、井上選手がちょっと苦労しているというような状況だというふうに思うんですけれども、その後遡っていきますと、まあ、小畑選手であったり、佐伯投手、あと横田選手、藤浪選手、北条選手、西内投手、西田選手、一二三投手、中谷外野手というような形でですね、まあ、ずらっと並んでおりまして、まあ、この中で、まあ、佐伯投手なんかはですね、まあ、すごく活躍していますけれども、まあ、藤浪投手もですね、まあ、ポテンシャルはあったものの、序盤3年以降の活躍っていうのはなかったですし、まあ、北条選手もですね、まあ、一瞬、光り輝くものっていうのは見せてくれましたけれども、まあ、怪我とかそういうところもあって、その後が続かなかった。西内投手なんかもそうですね、まあ、中継ぎで活躍した年っていうのもありますけれども、鳴らしてみた時には活躍した投手とはちょっと言いづらいかなというような状況ですし、まあ、西田選手、一二三選手なんかはなかなかちょっと厳しかったかなと。で、中谷選手に関しても、まあ、ワンシーズンですね、ホームラン20本打ったっていうシーズンはありましたけれども、まあ、安定した成績っていうのは残すことができなかったというようなところでですね、まあ、阪神の、高校生ドラフトというところを見てもですね、かなり厳しい状況であるのかなというところは見て取れるところだというふうに思います。で、まあ、阪神タイガースがですね、まあ、高校生選手を育てるのはあまり得意ではないというような言い方されるようなところありますけれども、他球団を見てもですね、実はそんなに高校生野手、投手ともにですね、育っているかというと微妙なところでございまして、まあ、広島なんかを見ていきましても、上位3名までですね、まあ、これだけの選手を取っていますけれども、今現状活躍しているかなというところで見ていくと、小園選手であったりとか、あと鈴木誠也選手はですね、まあ、12年に投手としてドラフト指名かかっているというところもありますけれども、まあ、鈴木誠也選手、まあ、このあたりぐらいなんですよね。で、DeNA に関しましては、もっと厳しい状況となっておりまして、まあ、選手自体もそんなに多くはないんですけれども、まあ、松本投手、森内野手、坂口投手、松尾内野手、まあ、北方投手、高城捕手、渡辺内野手というような形でですね、10年間で考えていったときには、まあ、7名の選手を取っていますけれども、まあ、正直大活躍した選手っていうところは、いないからというような状況なんですよね。で、まあ、巨人なんかもずらっと見ていきますと、もう全て読み上げはしませんけれども、まあ、岡本選手であったり今村投手、あと、まあ、宮國投手なんかも比較的活躍したかなというぐらいですし、ヤクルトは結構あの選手的にはですね、活躍する選手多いかなというようなところですけれども、まあ、奥川選手であったりとか、まあ、村上選手ですね、梅野投手とか広岡内野手、あと山田選手、まあ、このあたりで結構多い方ではあります。で、中日もですね、まあ、チームとしてちょっとこうメンバー的に厳しいっていうところもあるからっていうところもあるのかもしれませんけれども、まあ、高橋宏斗選手であったり、石川選手であったり、まあ、小笠原選手で、あとは高橋周平選手、まあ、このあたりなのかなというところなんですよね。で、パリーグを見ると、まあ、ソフトバンクなんかはもっと、厳しい状況となっておりまして、まあ、この10年間、2010年から、2020年まで、まあ、かなりドラフト上位でですね、まあ、高校生選手というところを指名してきましたけれども、ずらっと見た中でですね、まあ、正直なかなか大活躍した選手っていないんですよね。名前を聞いてもちょっとこうピンとこないような選手もいたりとかしてですね、まあ、プロの中でなかなか活躍ができなかったと言っても、まあ、申し訳ないんですけれども、過言ではないような状況であったりとか、で、あと西武、ロッテ、あとオリックスなんかは比較的ですね、
指名している選手っていうのがズバリで当てはまっていたりとかもするんですけれども、まあなかなかそんなにたくさんの人数がですね、やっぱりこの高校生ドラフト、上位で指名しても、活躍しづらい、ような状況、やっぱりこの伸びしろっていう部分がですね、高校生から大学生までのこの4年間ってすごくあるというようなところでですね、まあ、この4年間をですね、プロで過ごすのか、大学で過ごして、成長した姿をきっちり確認した上で指名するのかというところでですね、やっぱり成功確率というところは変わってくるかなというようなところなんですよね。で、まあ、やっぱりドラフトで高校生を取ればですね、ちょっと話は逸れてしまいますけれども、長く活躍できるっていうところもありますけれども、これ、超一流の高校生取った時にはですね、やっぱり FA で海外というところがですね、近年では考えられるパターンというところにもなりますので、意外とですね、リスクだけが多くて、まあ、リターンっていうのは少ない、球団にとっては少ない可能性があるのかなというところがですね、最近感じるところでもありまして、まあ、この井上選手の話に戻りますけれども、じゃあこの、まあ、色かけた選手ですね、まあ、この活躍していると言われているような選手がですね、活躍するまでに何年かかったかというところをですね、見ていくと、結構井上選手今置かれている立場っていうのがですね、非常に厳しいものであるというところが分かるところでもあるんですよね。で、まあ、先ほどのセリーグと、パリーグのですね、網掛けの中で、まあ、グリーンでかかっている選手ですね、まあ、日本ハムでいうと浅間選手であったりとか、オリックスでいうと宗選手、中日ドラゴンズでいうと高橋周平選手、まあ、この辺りの選手がですね、まあ、比較的活躍するまでにですね、ちょっと時間がかかったかなというような選手でして、まあ、それ以外のですね、結構黄色で網掛けしているような活躍していると言われている、考えられているような選手はですね、まあ遅くともですね、まあ3年ぐらいまでには結構結果を残し始めていると、頭角を現し始めているというような状況となっておりました。この高橋周平選手であったりとか、浅間選手、あとは、まあ、宗選手、このあたりのですね、まあ、3選手の具体的な成績っていうところも見ていきたいんですけれども、まあ、こちら、ざっと、載っております。かなり細かい字にはなるんですけれども、高橋周平選手はですね、結構くすぶっている時間というのも長くて、2011年ドラフトだったんですけれども、活躍し始めたのはですね、試合、しっかり出始めたのは2018年ということで、まあ、7年ぐらいかかってはいるんですけれども、それまでもですね、まあ、結構守備固めであったりとか、そういうところでの試合出場っていうのは、残っていたというような状況なんですよね。で、オリックスの宗選手ですね、まあ、宗選手に関しても、2014年ドラフトなので、15年は一切出ていないんですけれども、本格的に出始めたのは2021年。まあその前年ぐらいもですね、まあただ打率がそんなに良くないので、活躍し始めたっていうのは2021年と言っていいかなというふうに思うので、まあ14年に入ったとしたら15、16、17、18、19、20、21ということで、まあ7年目とかそれぐらいなんですけれども、まあ、宗選手に関しても、まあそれまでもある程度の試合数っていうのは、出ることができていたっていうところがあるので、まあ、井上選手とちょっとこの両名ともにですね、まあ雰囲気は違うのかなというふうには思いますけれども、まあ長い選手であれば6年、7年という時間をかけてですね、活躍するっていうようなケースもあるので、まあもちろんこういうケースもゼロではないかなと。で、浅間選手なんかも似たような感じですね。14年からですね、21年まで、まあ7年間くすぶっていて、7年目に、まあ128試合の出場ということでですね、まあこういう実績も、なくはないんですけれども、今見ていただいたように、かなりレアというところは間違いないところなんですよね。まあそういう中でですね、井上選手今年5年目になるというところでですね、本当にまあ今年頭角を現せなければですね、非常に厳しい、状況になりますし、まあこの高校生ドラフトということで一覧でまとめさせていただいた、まあ色が塗られていない選手ですよね、の、立ち位置に、移ってしまう可能性があるなということでですね、
まあ個人的にはあと2年ぐらいなんじゃないのかなというようなと、有用的な時間で言うとですね、まあ2年なんじゃないのかなというふうにも思っておりまして、まあ今年の秋キャンプであったりとか、来年の春キャンプ、まずはここでどういうふうな形で結果を残すことができるのかというところをですね、まあ井上選手に関しては、特にしっかり見ていきたいなというふうに思っていますし、来年ですね、まあ開幕1軍というところがですね、ないようであれば、まあ、井上選手もかなり厳しい立場に行くかなというふうにも思っていまして、まあ、井上選手に頑張ってもらいたいなというところも思ってはいるんですけれども、まあ、いろんな資料を見ていくとですね、結構もう、井上選手に残された時間も、なくなってきているというようなところがですね、感じるところでもありましたので、このあたりっていうのを共有していきたいなというふうに思いまして、まとめてみました。はい、まあこのパリーグセリーグのですね、まあドラフト一覧という形で、まあ高校生の上位3名だけ、3位までで高校生を指名したっていうところを見ていくと、やっぱりかなり当たり外れが激しいというか、まあ基本的には当たらないと考えた方がいいだなっていうのを改めて思いまして、まあ高校生戦略っていうところでですね、まあ高校生を先に買っておいて育ててというところが良しとされているところはあるかなというふうに思いますけれども、まあ、かなりギャンブル要素が強いんだなというところがこれを見て改めて思いました。まあ、ソフトバンクなんかがその典型で、まあ、今チームが非常に弱体化しているっていうところの原因にも挙げられているような状況だというふうに思うので、まあ、大学生社会人の選手っていうところを取りつつ、下位で高校生選手っていうのを取っていくというところが、まあ、やっぱり基本的にはオーソドックスな戦い方で、ドラフトの成功法なんだというところもですね、感じるところでもありました。はい、まあちょっと話は逸れてしまいましたけれども、まあ、井上選手かなりやばいぞということでですね、お話をまとめさせていただきます。皆さんはこの井上選手についていかがお考えでしょうか。もしよろしければコメント欄の方にも書き込みしていただけるとありがたいです。はい、今日は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。